2024年7月25日、陸上自衛隊の指揮官である森下幕僚長はこの日開催された記者会見の席上において、行政区分上では東京都の小笠原村に属する、小笠原諸島の離島である南鳥島に新たな射撃場を整備することを報告したよ。小笠原諸島の離島である南鳥島は、日本本土の本州からはおよそ 1800km ほど離れた場所に位置し、地理的には日本の最東端にあたり、現在は民間人の居住者はない上、基本は入島すること自体が禁止されているな。今回は南鳥島へ12式地対艦誘導弾の射撃場を整備する計画が進められている件について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。現時点で南鳥島には海上自衛隊の基地が置かれ同隊員が配置されているほか、国土交通省の関東地方整備局及び気象庁の職員が少数常駐を行っており、国の機関が目的に応じた職務を遂行している状態なんだ。南鳥島は一つの辺がおよそ 2km ほどで構成された三角形型をしており、総面積は 1.51 平方km、標高は最大でも9メートルしかない平坦な地形の島で、島には医療設備体制もなく、かなか過酷な環境と言えるだろうね。南鳥島へのアクセスは全長1372メートルほどの滑走路が1本あり、ここに離発着させる航空機と、南部にある波止場に船舶が出入りできるのみで、前述した海上自衛隊や国土交通省の人員の交代なども基本的には航空機を介して行われているよ。そこで海上自衛隊や国土交通省の人員の交代時には航空自衛隊の C-130H 輸送機が、これらの常駐者の島での生活に必要な物資の運搬には海上自衛隊の C-130R 輸送機が用いられており、先に挙げた1372メートルほどの滑走路が生命線となっているんだ。今回、陸上自衛隊の森下幕僚長が報告した内容によれば、南鳥島には現在陸上自衛隊が配備を行っている一二式地対艦誘導弾の射撃場を整備する計画となっており、同兵器の有効射程は 200km 弱と推定されてきたな。しかし日本国内に存在している従来の射撃場は、最大でも 40km ほどの規模のものであったため、現行の12式地対艦誘導弾の射撃訓練はアメリカやオーストラリアといった海外の演習場に出向いて行ってきた経緯があるぜ。一二式地対艦誘導弾はその名称が示す通り、2012年から陸上自衛隊での調達が開始された兵器だが、本体である誘導弾の発射筒を装輪式車両の後部に搭載、他のレーダーや射撃管制に必要な機材などもトラックの荷台に搭載する形式の地対艦ミサイルシステムだな。現在、陸上自衛隊における一二式地対艦誘導弾は、その運用の教育を目的とした富士共同弾以外は、西部方面隊の第2特化弾の第5地対艦ミサイル連隊熊本の県軍駐屯地、第7地対艦ミサイル連隊沖縄本島のマサル連分屯地に配備されているよ。第7地対艦ミサイル連隊は他にも第1地対艦ミサイル中隊鹿児島県の奄美大島の瀬戸内分屯地、第2地対艦ミサイル中隊沖縄県の宮古島駐屯地、第3地対艦ミサイル中隊沖縄県の石垣駐屯地等で南西諸島の島々に分散配備が進められているんだ。こうした一二式地対艦誘導弾の配備が現在、南西諸島方面に対して集中的に行われている理由は言うまでもなく中国の軍事力の増大に伴い、その海軍力の圧力の増大に対処するためのもので、残念ながらその必要性は年々高まり続けているね。それは内容はともかく、艦艇数で言えば中国海軍はアメリカ海軍をすでに凌駕する数の総数で400隻以上の戦力を保有するに至っており、今なおその増加の速度を鈍化させることなく、東シナ海南シナ海は優に及ばす、西太平洋方面にまで進出する勢いらしい。こうした中国海軍の艦艇数の著しい増強に対処すべく、日本は南西諸島方面へとそれらが接近することを阻む目的で一二式地対艦誘導弾の配備を進めてきたが、その運用トレンドの確保が担保されているかといえば甚だ心もとないと言わざるを得ないな。
というのも一不確か地対艦誘導弾の射撃訓練は、前述したようにこれまでは日本国内でそれを行いうる射撃場が存在していなかったため、アメリカやオーストラリアに出向いて実施していたものの、その総数はわずかにこれまでの合計で6回ほどだったことを陸上自衛隊は認めているんだ。この一不確か地対艦誘導弾の射撃訓練回数の少なさは、もちろんアメリカやオーストラリアといった受け入れ国側の都合にも左右されるとは思うけど、その最大の理由は陸上自衛隊員及び必要となる装備一式の輸送には、膨大なコストと時間が必要になるゆえだろうね。そのため、今回防衛省が小笠原諸島の南鳥島に一不確か地対艦誘導弾の射撃場を整備する計画を打ち出した背景には、コストを抑えつつこれらを運用する陸上自衛隊の当該部隊の練度の向上を図り、中国による南西諸島方面への圧力に対抗する意図が感じられるよ。行政区分上で南鳥島を管轄している東京都の小笠原村に対して、防衛省側はすでに昨年2023年8月には一不確か地対艦誘導弾の射撃場を整備する計画を説明したとされており、今年2024年に再選を果たした小池東京都知事もこうした防衛関係の事案は、国の戦艦事項であるとして容認の意向を表明しているぜ。加えて小池東京都知事は一不確か地対艦誘導弾の射撃場を南鳥島に整備する計画について、国が当事者である小笠原村の理解を得るべく配慮してほしいとのコメントを発しているが、沖縄県知事などと異なりこの点においては常識的な対応を行っていると言えるかもしれないな。また当事者である小笠原村からは一不確か地対艦誘導弾の射撃場を南鳥島に整備する計画について、日本が置かれた悪化する一都の現状の安全保障環境においてその必要性を認めつつ、射撃訓練時に誘導弾が放たれる方向等には検討を願うと表明しているらしい。こうした南鳥島の行政上の管轄者たる東京都、そして小笠原村ともに細かな部分での配慮を国防衛省サイドに求める意向はあるものの、総じて今の日本の安全保障環境を考慮した場合、その計画を受け入れてくれていることは同じ国民として感謝の意しか浮かばないね。防衛省側の想定によれば計画通りに一不確か地対艦誘導弾の射撃場を南鳥島に整備した場合、同じ小笠原諸島に属し南鳥島からはおよそ 1200km ほど離れた位置にある有人島の、父島母島方面の西方海上に向けて射撃訓練を実施すると説明されているよ。前述したように現行の一不確か地対艦誘導の射程距離は最大でもおよそ 200km 弱と推定されているため、父島母島までは十分に安全な距離が保たれている状態であるが、現在後開発中の12式地対艦誘導弾の能力向上型では留意が必要となるな。現在開発中の一不確か地対艦誘導弾の能力向上型では、まず第一段階としてその射程距離を少なくとも 900km ほどまで延伸させることが予期されており、最終的な第二段階ではこれが同 1500km ほどにまで達する可能性があるぜ。こうした一不確か地対艦誘導弾の能力向上型における大幅な射程距離の延伸を鑑みて、南鳥島を管轄する小笠原村では射撃訓練時に誘導弾が放たれる方向に検討をお願いしたいと、国防衛省側に対す意向を打ち出している状態だと言えるんじゃないかな。小笠原村からのこうした要望について、少なくとも今の時点では防衛省側は正式な回答を行ったという報告は確認できていないけど、今後何らかの形で射撃訓練時の安全性の担保について、追加で説明するコメントが発せられるのかもしれないね。一不確か地対艦誘導弾の能力向上型は、従来の陸上配備型地発型に加えて、艦艇から運用する型艦発型、航空機から運用する型空発型へと発射母体を複装化し、標的も対艦攻撃のみでなく、対地攻撃も視野に入れた展開が予想されているな。加えて防衛省側では、こうした一不確か地対艦誘導弾の能力向上型に止まらず、当初防衛用の高速滑空弾頭の実用化も進めており、今後、南鳥島に射撃場が完成した際には、それらの新型兵器の射撃訓練も行われることとなるのだろうね。
それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。南シナ海で、イギリスのクイーンエリザベス空母を尾行している中国の原子力潜水艦が発見されたよ。それにしても、尾行していた潜水艦が見つけられてしまったということは、潜水艦にあるまじきことだな。本当に不名誉なことだと思うぜ。今回はこの尾行について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2021年5月、イギリスの母港ポーツマスを出港した航空母艦クイーンエリザベスは、大西洋から地中海へ入り、スエズ運河を通り航海、インド洋、南シナ海と航海し、8月初旬にはアメリカ領であるグアム島に到着したよ。今後の予定として、8月下旬から9月上旬にかけてクイーンエリザベスは日本に寄港するだろうと予想されているんだけど、その場合、横須賀のアメリカ海軍基地へ寄港することになるだろうという説が有力だね。と言っても、クイーンエリザベスは1艦だけで航海してきたわけではなく、多くの艦艇を随伴させているぜ。空母打撃群と呼ばれる艦艇の集団は、攻撃型潜水艦、駆逐艦、フリゲート艦、補給艦など各種多数の艦艇で構成されており、とても横須賀基地だけで収まる数ではなく、だからこそ、横須賀基地だけでなく、日本各地へ複数分散して寄港することになりそうだ。その場合の候補地として考えられるのが、海事の横須賀基地や京都の舞鶴基地、広島の呉基地など日本の自衛隊基地のほか、アメリカ海軍の長崎佐世保基地などが挙げられているな。ということは、日本各地でこうした艦艇を目にする機会がありそうで、めったにないことだから、カメラを手にしたファン駆けつけるかもしれないぜ。2021年8月11日には韓国釜山海軍基地にイギリス海軍のアスチュート級攻撃型原子力潜水艦が入港していて、イギリス海軍から正式発表はなかったんだけど、クイーンエリザベス空母打撃群に随伴して航海してきた艦艇と推測されるんだ。韓国のマスコミは釜山に寄港した艦艇について、当初こそアスチュート級攻撃型原子力潜水艦の3番艦アートフルと報道していたものが多かったんだけど、実際に港に係留された画像から判断すると3番艦ではなく、1番艦のアスチュートが正解だったみたい。ちょっとややこしい話になるんだけど、クイーンエリザベス空母打撃群がポーツマスを出港した時、随伴していたのは確かに3番艦アートフルだったんだって。しかしスエズ運河を通ることなく、このアートフルはイギリスへ戻り1番艦アスチュートと交代したと思われるよ。となるとアートフルと報道した韓国マスコミは誤報を流したことになるのだが、必ずしもそうとは言い切れないわけで、潜水艦は言うまでもなく秘匿性が大事だからな。だからこそ、情報撹乱を狙ってのことなのか、イギリス側の意向を尊重したのか、アスチュートではなくわざとアートフルが入港したと報道した可能性も考えられるぜ。韓国はイギリスに恩を売った形になったのかもしれないね。まあ、はっきりしたことはわからないけど、今回クイーンエリザベスの護衛任務は、スエズ運河を、前述のアスチュートが担っていたんだけど、南シナ海に入ったこれらイギリスの空母打撃群を中国海軍の攻撃型潜水艦が追尾していたと見受けられるんだ。追尾していた中国海軍の潜水艦は小級 93A型攻撃型原子力潜水艦2隻と見られているよ。この行動をクイーンエリザベス空母打撃群中のデューク級23型フリゲート艦の10番艦リッチモンド、14番艦ケントが探知したということだね。中国海軍は自国領の南シナ海の油林港に大規模基地を建設していて、2020年にはそこに出入りする小級 093A型攻撃型原子力潜水艦の姿がアメリカ企業の衛星写真に撮影されたということもあったよ。だから、今回リッチモンドとケントに搭載されている対潜水艦用ソナーで探知したのも、この二礼林港から出港した小級 093A型攻撃型原子力潜水艦ということはまず間違いないと思われるね。この事実、つまりイギリス海軍が中国小級 093A型攻撃型原子力潜水艦とおぼしき潜水艦を探知したと公表した理由だが、中国海軍への牽制と、
全世界にイギリス海軍の対潜哨戒能力の優秀さを知らしめるという2点が主な目的だったようだな。イギリスの狙いが奏功したのか、失敗したのかは判断に困るところだが、政治的メッセージとしては中国が南シナ海をはじめとして海洋進出を強化するため大量の潜水艦隊を運用しているという事実を世界に突きつけたという形ってわけだ。イギリスは潜水艦隊をはじめとして太平洋全域に軍事的脅威をもたらしている。中国海軍の行動を国際法に反する行為と強く非難しており、日本にとっても心強いことだが、こういった主張が国際社会ですぐに支持されるかどうかは、残念ながら不明確だぜ。さて今回イギリス海軍が探知した小 9093A 型攻撃型原子力潜水艦とはどんなものなのかというと、もともとはロシアの攻撃型原子力潜水艦を土台に、技術供与を受けて中国海軍が建造した潜水艦だね。2006年平成18年末頃から8隻が就役していると考えられているよ。ちょっと前の出来事だけど、2018年1月、尖閣諸島周辺の日本の接続水域を海中に潜んだまま航行する潜水艦を探知した海自の艦艇や航空機が追跡し、その結果、正体不明の潜水艦が海面に浮上して中国国旗を掲げたんだ。この事件を覚えている方も多いだろうな。この当該潜水艦が小 9093A 型攻撃型原子力潜水艦と推定されていたぜ。海事艦艇や航空機に執拗に追跡された同艦が追い詰められて、仕方なく浮上して、所属する国を明らかにしたものとみなされたんだけど、同時に海上自衛隊の対潜哨戒能力の優秀さを世界に示した高齢という声も多く聞かれたんだ。中国からすれば、自国の潜水艦能力の低さが世界中に知られてしまったわけだから、乗組員や海軍に対する中国国内の意見は相当きつかったらしいよ。このような前例を考えると、今回イギリス海軍が小 9093A 型攻撃型原子力潜水艦2隻を探知できたということは、取り上げるほどのことではないとも感じられるんだけど、対潜哨戒能力にかけてはアメリカと日本が世界有数とされていることは慎重に考慮するべきことかもしれないね。特にイギリス海軍のデューク923型フリゲート艦1番艦は1990年平成2年、最終16番艦は2002年平成14年に就役した艦だから、すでに20年から30年も経過しているぜ。つまり特段新しい艦艇ではなく、ソナー自体は新型2050型に換装されて入るんだが、果たしてアメリカや日本並みの能力なのかはわからないわけだ。そのベテランというより老朽化した潜水艦に捉えられた中国潜水艦にこそ問題があるということは、理解できるよな。このデューク923型フリゲート艦はその名前も若干変わっている艦艇で、1番艦はノーフォークですが全ての艦がイギリス貴族の公爵家の名称をついているから、その称号のデューク級名で呼ばれているみたい。イギリス海軍の現行フリゲート艦としては最多の16隻建造されたデューク23型フリゲート艦だが、価格がお手頃イコールコストパフォーマンスが良いという理由のためと言われていたんだけど、すでに3隻がチリ海軍に払い下げられたから、現在活動中なのは13隻となっているよ。耐用年数も過ぎていると思われるから、この次のフリゲート艦の建造もスタートしているのかもしれないね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2024年4月22日から5月10日にかけて南シナ海などにおいてフィリピンのマルコス大統領やテオドロ国防相らが参観する中で実施されたアメリカ軍とフィリピン軍の合同軍事演習バリカタンに韓国の現代重工業が建造してフィリピン海軍に引き渡したフリゲート艦ホセリサールが参加したとして韓国メディアが大々的に報じたよ。ホセリサールは2020年に7月にフィリピン海軍に引き渡されたフリゲート艦で、韓国海軍の仁川級フリゲートをベースとして現代重工業によって建造され、2021年には同級2番艦のアントニオ・ルナも現代重工業が建造してフィリピン海軍に2隻が就役しているな。
今回はそんな韓国が建造したフィリピンのフリゲート艦が米非合軍事演習に参加した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ホセリサール級フリゲートについて公開されている要目としては、艦体サイズが満載、排水量2600トン、全長 107.5 メートル、最大幅 13.8 メートル、喫水 6.9 メートル、乗員65メート。ベースとなった2側級フリゲートより一回り小さく、搭載されている機関は、MTU-STX-12V1163TB93 ディーゼルエンジン4機による CODAD 方式で、二軸のスクリュープロペラによる最大速力は25ノット程度とされているよ。また、搭載が発表されている兵装は、主砲として62口径 76mm 単装砲1門は2側級と同じであるほか、トルコのアセル3製の SMASH30mmRWS リモートウェポンシステム、リモートウェポンステーション遠隔操作式重火、1機と韓国製計 62.7mm 単装機14艇などが搭載されているんだ。また、対空兵装にはフランス製のミストラル単 SAM 近距離艦対空ミサイル連装発射機2機を備えている他に、近接防空システム CIWS1 機と対空ミサイルが装備される垂直発射システム VLS8 セルが搭載されることになっているようだが、現時点では後日装備として搭載されていないぜ。その他の兵装としては韓国の国産艦対艦ミサイルである海星 SSM 連装発射塔4機と 324mm3 連装単魚雷発射艦2機を備えているな。後部にヘリコプター用飛行甲板があって、対潜哨戒ヘリコプター AW159 1機が搭載され、搭載艇として複合型ゴムボート RHID モニテも搭載されていて、これを用いて海上での臨検などの任務にもつくことができるね。また、電子戦への対抗手段として NS9300A 電波妨害装置1機 C-GARD DL12T-137 デコイ発射機2機、PASEONS 海上システムなどが搭載されているみたい。なお、C4ISTAR としてリンク P 戦術データリンクや A 公式の CAPTAS2 可変振動ソナーなどが搭載されるとして公表されているが、こちらも CIWS や VLS と同様に後日装備とされているらしい。このホセリサール級フリゲートに対して、そのベースとされている2側級フリゲートは、満載排水量3090トン、全長114無、最大幅14無、乗員120名と一回り大きい艦隊を持ち、機関方式がディーゼルエンジンとガスタービンエンジンが混載されている CODOG 方式である点が大きく異なり、主機として MTU-20V956TB92 ディーゼルエンジン2機と LM2500 ガスタービンエンジン2機によって出力58200馬力を得て、最大速力30ノットを発揮するぜ。また、兵装には主砲として62口径5インチ単装砲1門を搭載しているのは同じであるものの、近接防御としてはアメリカ製のファランクス 20mmCIWS1 機と RAM ブルク、1キンサム21連装発射機1機を装備している点が異なるが、艦対空ミサイルを装填するための VLS は装備されていないな。ちなみに従来の韓国海軍艦艇の CIWS にはオランダのシグールが開発した 30mm 口径のゴールキーパーが搭載されていたけど、2側級ではアメリカ海軍のみならず日本の海上自衛隊護衛艦にも搭載されている 20mm 口径のファランクスが採用されているね。その他の兵装として海星 SSM4 連装発射塔2機と3連装単魚雷発射艦2機を搭載し、艦載ヘリコプターとして AW159 哨戒ヘリコプター1機を搭載している点はホセリサール級と共通なんだ。今回のバリタ艦では、ホセリサールが艦対艦ミサイル海星を発射して 36km 先に設定された目標に命中させたとして、韓国メディアが韓国製のフリゲート艦から発射された韓国製の艦対艦ミサイルが見事な成果を収め、韓国の艦艇建造能力と武器統制能力が優秀であることを示したとして大きく報じているよ。またホセリサールを建造した現代重工業のチュウォンホ特殊船事業代表もまた、今回の演習結果は韓国の艦艇建造力と艦艇運営ノウハウが、友好国の海軍戦力発展に寄与した事例であるとして、
韓国の防衛産業の国際的信頼と競争力を一層高めると話したことも伝えられたな。現代公用ではフィリピン海軍にこのホセリサール級フリゲート艦2隻の他にも、哨戒艦2隻と沿岸警備艦6隻の発注を受けて建造を進めている上に、フィリピン海軍との間で売却した艦艇のメンテナンスや補修サービスを実施する契約を締結していて、それらに必要となる部品の供給だけでなく現地の整備体制への支援や教育などのサービスを提供する契約を結んでおり、フィリピン海軍と緊密な協力体制を築いているぜ。韓国海軍では現在この2側級フリゲートを6隻保有しているが、現在では韓国が開発した VLS-16 セルが搭載されている8隻のテグ級フリゲートを主力として運用しているね。しかし、テグ級の複数の艦において推進軸とベアリングが干渉して破損し、オイル漏れを起こす欠陥があることが明らかとなり、破損した部品を新しいものと入れ替えても最大速度を出せない状態が続いたことで設計上の問題があった可能性が指摘され、後継フリゲートとして中南級の開発を進めているみたい。これまで何かと欠陥が多いという指摘がされていた韓国の装備兵器だけど、ここ数年は世界で韓国製の装備を導入する国が増えているんだよね。先日はポーランドが韓国製の多連装ロケット砲システム系2戦車系9自走榴弾砲 FA50 戦闘機などを大量に購入するなど、世界的に韓国製の兵器への関心が高まっており、韓国側の兵器輸出に対する設計変更や、現地生産などへの柔軟性が評価されているものと見られているよ。またジェット戦闘機の分野においても開発当初は第5世代ステルス戦闘機としてアピールしていた。韓国航空宇宙産業 KAI が開発を進める KF-21 ポラメについては、第5世代ステルス戦闘機のステルス性能を高めるために必須とされている。胴体内にミサイルを格納してレーダーによる反射波を軽減するための開閉式ウェポンベイがないことから、2023年10月17日から韓国のソウル郊外のソンナム市にあるソウル空軍基地で開催された、ソウルアデックス2023などのイベントでも、また開発元の KAI の公式サイト上でも KF-21 をアメリカのロッキード・マーティン社製の、F-16 ファイティング・ファルコンを韓国向けに改修した KF-16 よりも高性能な第 4.5 世代戦闘機であるとして売り込んでいるな。これは KF-21 を何が何でも第5世代と強調するよりは、現行の第 4.5 世代戦闘よりステルス性能を高めた戦闘機として、高価な第5世代の戦闘機を導入できない国々への売り込みを図っているものと見られているぜ。そして、フリゲート市場においても、現有フリゲートの後継艦の選定を進めている、オーストラリアに対して導入を狙うあからさまな動きを見せていて、韓国企業がオーストラリアの造船企業の買収に動いているとの情報があり、もしこの買収が成立すれば、オーストラリア政府が国内での建造による雇用創出を望んでいる現状から見て、汎用フリゲートの受注競争において韓国大きく有利な立場に立つとみられ、また現代重工業もオーストラリアの GE エアロスペースと輸出向け艦艇に最適化された推進システムの共同開発で、合意したことが伝えられるなどオーストラリアとの協力体制を構築しつつあるらしい。オーストラリア国内のシンクタンクなどは、オーストラリア海軍の次期フリゲートの候補としては、日本の最上型護衛艦が有力候補であると見ているけど、韓国はオーストラリア軍の装備品開発に関わった実績がある分、日本よりも有利であるとして、装備品輸出の実績が皆無である日本が不利と指摘しており、オーストラリアの次期フリゲートに韓国のフリゲートが選ばれる可能性が高まっているとの見方も出ているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。